こんにちは、たばちゃんこと田畑めぐみです。佐藤くんこと佐藤圭一です。たばさと号週の後半は、私たちが実際にカメラを持って取材してきた話題をご紹介するたばさと号トピックスをお送りします。それではこちらの話題をご覧ください。どうぞ。たばさと号4月21日土曜日、千代田区内神田にある神田運転免許更新センターで、神田警察署主催による神田春の地域安全運動の集いが開催されました。このイベントは秋の全国地域安全運動に先駆けて、自治体などの協力のもと犯罪抑止や防犯に努めようという目的で、神田警察署独自に行われたものです。この場をお借りしまして熱く御礼を申し上げます。街歩いてもちょっと何とも言えないこう人がしい人がいるなと言ったら、すぐ警察に電話してたり。第1部では防犯講話が行われました。この防犯講話では、どうすれば振り込め詐欺などの被害に遭わずに済むのかお話がありました。振り込め詐欺だ、振り込め詐欺だと言い聞かせて電話を取っていただきたい。第2部ではまず日本大学軽商法落語研究会の学生の皆さんによる振り込め詐欺に遭わないための寸劇を笑いを交えながら見せてくれました。心配しないで待っててね。家族の間で合言葉を決めておく。山川だ、川川、ああ、たけしかい。ああ、よかった。でも、もう一個合言葉あるからね。もう一個、もう一個。断崖絶壁。断崖絶壁？続いて、金城学園高等学校吹奏楽部の皆さんによる吹奏楽の演奏も行われました。また演奏後には、生徒の皆さんから会場の方々に振り込め詐欺防止を呼びかけるため、孫の手と耳かきのセットも手渡され、イベントが終了しました。大変参考になりましたし、気をつけなきゃいけないし、合言葉は決めなきゃいけないなと改めて考えさせられました。非常によく分かりましたね。とりあえず歌、いいことじゃないかもしれないけど、歌ぐってかかりましょうということで、はい。最後に神田警察の方からメッセージをいただきました。現在振り込め詐欺が都内でも多数発生しております。皆さんの力でですね、振り込め詐欺を防ぐ、また撲滅しようということで、一致団結して頑張っていきましょう。よろしくお願いします。たばさと GO! 4月30日月曜日、荒川区東日暮里3丁目本町会主催による藤祭りが開催されました。まずは藤祭り実行委員長の中条さんにお話を伺いました。植木屋さんから1メートルにも満たないちっちゃな植木を買ってきて、井上さんがその浮いたところはどん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 伸びちゃってですね、高さが18メートル、横が8メートルぐらいになる。それで皆さんが見るようになって、早く言えばここが町会のコミュニケーションの場所で、まあいろいろと飲んで、食べたり、いろいろ年々やっておったんですけども、それから区の保護林になって以来は、その藤を絶やさないようにと、三丁目本町会のシンボルであるということで言えば、皆さんで面倒を見、また育ててきたわけなんですけどね、はい。さて、元三島神社御神太鼓の皆さんによる太鼓の演奏を皮切りに、いよいよ藤祭りが始まりました。伝統の藤祭りは強い我が町のコミュニケーションの場所でもあります。綺麗な色ですよね。これ往年の素晴らしいものに戻れるようにですね、区役所も一生懸命お手伝いをしたいと思います。会場ではお祭りの目玉、
牛の解体ショーが始まりました。実は実行委員長の中条さんがお肉屋さんということで、この牛の解体ショーが実現したそうですよ。それにしてもユニークな企画ですよね。さらに餅つき大会もスタート。美味しそうなお餅がどんどん出来上がってきます。なんと区長も飛び入り参加です。また会場では子どもたちに富士祭り縁日券が配られ、大人も子どもたちも楽しいひとときを過ごしていました。すごく素晴らしいと思います。毎年いらっしゃってるんですか？去年はなかったから来なかったんですけどね、いつもお手伝いに来てたんです。こうやってずっと毎年ね、楽しみにされてる方いらっしゃるってすごいですよね。そうですね。最高ですね。藤の花もほらここでいっぱい見られるじゃん。毎年この季節を楽しみにしてますか？タバサトゴー。今回最後の話題は5月1日から5月4日文京シビックセンター1階アートサロンで開催された東洋大学創立125周年展示企画、東洋大学の歩み伝統を未来に125です。東洋大学は今年創立125周年を迎えました。で、この125周年にちなみまして、東洋大学の歴史と現在をご紹介するために文京区のスペースをお借りいただきまして展示させていただきました。今日の白山の最初に立った校舎の写真、これは私としても印象深いものがありますね。それから、図書館でですね、私どもその井上遠慮という方が創設して、井上遠慮さんという明治期の代表的な哲学者と言っていいと思うんですが、哲学のその貴重な本を、少しコレクションしております。で、今日はカントのですね初版本、プラトンの初版本、そうしたものの写真を展示させていただいてますが、これはうちのシンボルとも言うべきものではないかと思います。それから井上遠慮先生はですね、妖怪学を極められました。で、妖怪を研究し尽くして、その真実を明かそうとされたんですけれども、その妖怪にまつわるいろいろなものを収集しております。その一部を展示しております。美術品としてもですね、非常にそう見応えのあるものかと思いますので、そうしたものも貴重なものではないかと思います。さらに会場では東洋大学のスポーツ関連の展示も行われ、中でも目を引いていたのは今年の箱根駅伝で大会新記録を樹立して総合優勝を果たした際の優勝トロフィー。また選手同士がつないだたすきなども展示されました。なお今回はパネルで紹介された東洋大学所蔵の貴重資料は5月30日から6月5日丸の内オアゾ4階ギャラリーで開催される展示会、存在の謎に挑む哲学者井上遠慮にて見ることができます。ぜひ足を運んでみてください。いかがでしたでしょうか。タバサト号トピックスでは皆さんからの情報をお待ちしています。どんな小さなお題でも構いませんよ。例えば子供が生まれましたよなんていう情報でも大丈夫ですよ。どしどしお寄せください。それではまた次回。さよなら。